ごいツルツルになりました。次にはプレゼントとかにもすごくおすすめかなって思います。すっごい香りがふわっとしてくるので、ワンちゃんのまであるんだと思って。皆さんこんにちは、西川瑞希です。今回は普段からすっごい大好きなビープルバイコスメキッチンの中から私が特におすすめのものを紹介したいと思います。コスメキッチンとビープルバイコスメキッチンの違いは、コスメキッチンはコスメだったり、ビューティー系アイテムをメインで取り扱ってるんですけど、ビープルバイコスメキッチンの方はなんか食品だったりとかサプリメントだったりとか、こう内からケアできるアイテムも結構多く取り揃えていて、美容系ももちろんあるんですけど、食だったりとかそういうものたちも多く取り扱ってるので、今回は美容と、あとねちょっとペットのものとかもあって、あのティアちゃんとリリーちゃんに最近こうあげたいなと思ってるお菓子だったりとかもちょっと新しくゲットしたので、それとかも紹介していきたいと思います。ではまず一つ目、おすすめのアイテムから紹介したいと思うんですけど、じゃーん、こちらのスクラブを紹介したいと思います。これはビープルバイコスメキッチンの方とかからもすごくおすすめっていう風に教えてもらって、で結構スタッフさんの中でも大人気のアイテムみたいなんですけど、そう、すっごいこれ使ったんですけどすごい良くて、なんかこう結構中身がねとろっとしてるので、手ですくってこう体にこうなじませていくんですけど、その時にちょっとお湯とかもこれと混ぜながらこう優しくマッサージしてあげると、終わった時にすっごいツルツルスベスベなお肌になって、あとねなんかこれその後にあのお風呂にこれですくってお風呂に入れると入浴剤としても使えるみたいで、中身はねこんな感じなので、もう手にすくってこう混ぜてとろっと作って使っていくんですけど、3億年かけて作られた浄化パワーがすごい、お塩とクリスタルを粉砕したものが入っているみたいで、それなのでねすっごい使った後はツルッツルのお肌になれちゃいます。ちょっとねお風呂でやんないとあれなんですけど、今ちょっと手だけこんな感じで少しお湯を混ぜながらマッサージしていくんですけど、このねなんかすごい繊細で、このザラザラっていうのがなんか普段使うようなスクラブよりすっごいものすごく細かくって、この肌当たりもすごい優しい感じなので、なんかねなんて言えばいいんだろう、なんか使ったことがないような感じで、私もこれ使った時にすごい新しいなって思ったんですけど、このお肌に触れた時の感じが優しいところもすごく気に入ってます。このね香りも冬限定の香りで、すごいなんか森っぽいウッディな感じの香りで、すごいね癒される香りなので、お風呂の中でこれ使ってる時にすっすごいこの香りがふわーって漂うと癒してくれる香りなので、そこもすごく気に入ってます。すごいツルッツルになりました。え、全然違う、ツルツル、すごい。やっぱりねこのねオイルが入ってるから保湿力もあって、このスクラブした後に乾燥しないところもすごくいいんですけど、なんか私あまりねスクラブを結構新しいものを使うんですけど、お気に入りのものを日々すごい使ってたんですけど、最近ねこれを使ってからすごいこれが大好きになって、最近の一番のお気に入りのスクラブになりました。すごいこれおすすめです。はい、そしたら続いてはちょっとお風呂シリーズで、こちらのローズバスソルト、これもバスソルトなんですけど、このね見た目も可愛いので、こうね、お風呂に入れた時にこのお花がひらひらってするのも可愛いんですけど、すっごい香りも良くて、私ねローズの香りがすごく上品な感じがして大好きなんですけど、こんな感じでたっぷりローズが入ってるので、香りもその自然な香りがすごく漂ってくれて、
ちなみにこちらの、ね、バラは食べられるぐらい新鮮なバラみたいで、なので本当に香りももうバラって感じの香りがするんですけど、入った後の感じは結構すごいしっとりとしてくれて、これも今の乾燥の時期にはすごくいいのかなって感じで、あのローズは結構美容成分とかもたっぷりなので、その乾燥としっとりがすごい私的には実感できたかなって思います。あとやっぱ香りがねすごくいいから、すごいお風呂の中でこれも癒されるっていうところがすごく気に入ってます。見た目も可愛いので私的にはプレゼントとかにもすごくおすすめかなって思います。そして続いてのおすすめはじゃーん、こちらのオイル、スキンオイルなんですけど、こちらの U&オイルのところは100% ナチュラルなオイルで、なんか私は癒されたい時とか、この仕事スイッチ入れるぞっていう時とか、朝これから頑張るよっていう時とか、この自分の気分に合わせて香りを選んだりしてるんですけど、私がお気に入りのこちらのナイトの香りがすごく気に入ってて、これは夜寝る前に使ってるんですけど、香りがすごくこのスーッと入ってくるような柑橘系の香りで、私もね柑橘系の香りもすっごく大好きなんですけど、やっぱ眠りをこう深くするために寝る前の環境作りってすごく大事だと思うんですけど、これはすっごい香りがふわっとしてくるので、私はねここら辺とかにちょっとコロコロって塗って伸ばしてあげると、こう寝てる時に呼吸する時にこの香りがスーッとこう香ってくれるので、そこがね、こんな感じ。あとなんか塗り方がねあったんだよね、どこどこに塗った方が効果的みたいなのは箱に書いてあったんですけど、なんかここら辺とか、あと足とか書いてあったかな。あと香りによってはこの手首とかに塗ったらいいよとかあるので、ちょっとそこね気になる方は見てもらえたらなって思うんですけど、私はねここら辺に塗るのが一番気に入ってます。結構ここら辺は呼吸をするときにこう香ってきやすい場所なので、そうリラックスしたいときには特におすすめかなと思います。もちろん寝る前じゃなくてもリラックスタイムしたいとき、なんかお風呂上がりとかそういうときとかに使うのもおすすめです。はい、そして続いてのおすすめがじゃーん、こちらのね Me Today っていうところのブランドのものなんですけど、これはスキンケアですね。スキンケアの、こちらが美容液のセラム、PC セラムと、こっちがボタニカルミラクルフェイシャルオイルで、これはスキンオイルなんですけど、これもね最近使ってすごくいいなと思ったアイテムで、やっぱりねここのビーブルバイコスメキッチンさんのアイテムはやっぱりこのちゃんとねこうお肌にいいものとか優しいものっていうのが選抜して置かれてるので、すごくなんか安心してどれも使えるところが私もすごく気に入ってて、なので使う時もねすごい安心して毎回使ってるんですけど、まずこちらの美容液はお顔を洗って洗顔した後にこう塗るもの、なんかねこんな感じのちょっと乳液っぽい感じの見た目の美容液なんですけど、こうやってなじませるとなんか感じたことのないぐらいこれもすっごい滑らかで軽くて、なんかこうお肌に最終的にこう膜を、薄い膜を張ってくれるような感じになって、もうすぐに浸透してくれているんですけど、今ももうすぐ浸透して、なんかねしっとりとかツヤが出るっていうのとまた違って、なんか保湿力はすごいあるんですけど、なんかツルツルな感じのお肌になってくれる美容液です。でこれはエイジングケアも期待できる成分とかも入っているので、そう私も最近はちょっとエイジングケアも気になりだしているのでいいなと思って使っています。であとはこちらのオイル、こちらのスキンオイルは、9種類の植物オイルが入っていて、でお肌に潤いを与えながらお肌を整えてくれるオイルで、なんか私ね全然オイルって使ってこなかったんですよ。けどなんか最近オイルも好きになってきて、そう乾燥がねすごい乾燥しやすいから、ちょっとオイルも使ってみようと思って、
こんな感じなんですけど、これもすごく伸びが良くて、オイルといってもなんかすごく軽い感じでつけれるので、すごいつけやすくて、なんか私は夜のスキンケアの時に使っているんですけど、これもなんかすごい浸透力がどっちもすごく良くて、お肌にこうすぐに吸収してってくれるので、すごいね使いやすくて大好きなんですけど、このオイルもなんか保湿力がすごくて、私ね乾燥すごく気になってたんだけど、これ使って朝起きたらすごいねツヤを取り戻してくれてて、なんかお肌にちゃんと入ってってくれてるんだなっていうのを実感しました。ツルツルだから、なんかオイルだけで塗るのが苦手だよって方は、普段自分が使っているクリームだったり乳液だったりにちょっと数滴混ぜたりして塗ってもいいかなって思います。このね他にもいろいろアイテムがあって、それもねこれ使ってすごく良かったので、他のアイテムもねすごい気になってるので、今度見てみようかなって思ってます。はい、そしたら続いてからはちょっと食品系なんですけど、こちらがシンシンビチャとアーボタニカルのコラボかなの、アイテムなんですけど、こちらがブレンドティーになっていて、でこれがねすごいなんか3種類ぐらいあの種類があるんですけど、私がこの飲んでるこれが、エイジングケアとかに特化しているものの種類なんですけど、抗酸化力の高い9種類の植物とかが入っていて、やっぱ最近はもう寒くなってきているので、温かい飲み物を普段すごく飲むことが増えて、基本的に温かいのを飲んでるんですけど、そういった時にやっぱりなんか体の内からなんか綺麗になれたりとか、いいものっていうのを取り入れたいなと思って、それで最近ねこれが気に入っていて、なのでこれは美容にいいのかなと思って最近飲んでるんですけど、これがね袋になっててこんな感じ、なんか一個一個すごいねいろんなものが入ってるんですよ。なんかすごいこの時点で良さそうって感じ。じゃーん。そうで、これをお湯につけて飲むんですけど、だいたい 2,3 回ぐらい繰り返して飲めるみたいなので、私は夜寝る前だったり、あと朝起きた時に飲んだりしてます。こんな感じでいろいろ入ってるので、体もすごいポカポカね温まる感じがして気に入ってます。とこちらのお茶はビープルバイコスメキッチンでしか買えないものになってるので、気になるよって方がいたらぜひぜひビープルバイコスメキッチンで見てみてください。でこの後からはねちょっとワンちゃん系のもので、私知らなかったんですよ。なんか赤ちゃんのものとかベイビー系のものがあることは知ってたんですけど、ワンちゃんのまであるんだと思って、でやっぱりワンちゃんもね一緒に生活してる家族なので、やっぱり普段から私も食べるものだったりそういうのはこだわっているんですけど、なのでねこの無添加のこのフードだったりお菓子だったりがいろいろあってね、じゃーん、見た目も可愛いんですけど、こんな感じのものとこれと、これはご飯かな、こっちがおやつで、こっちがサーモン&ライスなので、これはご飯系のものなんですけど、可愛い見た目もじゃーん。でこれはこっち側はねヨーグルトだったり蜂蜜、パッションカモミールの花を使った美味しいオーガニックのおやつ、もうこれはね原材料とか見てももう人も人間も食べれるぐらいのもので作られているので、私もこれ食べれるかもってぐらいのもうおやつで、こちらが新鮮なリンゴと熟成した有機ファームハウスチェダーを使用した一口サイズのおやつのね、ちょっとミニサイズのビスケットなので、普段ねこう揚げるのにも揚げやすい感じなんですけど、こっちもそう同じですね。すごい材料もすごいねいい材料で作られてるのかなって感じのものです。なのでこれはねこれからのおやつであげたいと思ってるんですけど、結構ねワンちゃん系のアイテムは気になったので、これからもちょっといろいろチェックしていこうかなと思ってて、あと
このワンちゃんのエイジングケアっていうアイテムもあって、こちらね、じゃーん、この青パパイヤ酵素なんですけど、でこれはペットの食事とかでは取りづらい酵素だったりとかプラスして、消化を助けてくれることで腸内環境を整えたりとか、そういうことをしてくれるサプリなんですけど、これは水だったりとか、水にこうこれがねついてるので、水にちょちょって入れたりとか、あとさっきみたいなご飯とかにちょっとかけてあげたりとかするものなので、ちょっとこれもねこれからあげたいなと思ってます。はい、こんな感じで今回はちょっと最近ね特におすすめのビープルバイコスメキッチンのアイテムを紹介しました。他にももうたくさんあのアイテム商品たくさんあるので、またまたね日々あのこれまたお気に入りだよっていうのが見つかったらまた紹介したいと思います。逆に皆さんもこれおすすめだよっていうのがあったらコメントなどでぜひぜひ教えてください。では今回も最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。では西川瑞希でした。バイバーイ。